これ銀の丼と金の丼、うん、一人一人丁寧に提供していけたらと思います。辻田人形町店で、25店舗目、おかげさまでなります。お待たせしました。ではお送りします。はい、どうぞ。辻田のお客様どうぞ。髪色自由、成長、ハッピー、楽しい、新店立ち上げ、安心です。応募待ってます。どうぞ。こんにちは。おということでカズ、はい、今日はすいませんね、お忙しいね。とんでもないです。いらしていただいてとんでもないです。ありがとうございます。何この展開。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、うん、ということで今日は、うん、辻田人形町店オープンの日、8月4日です。はい、はい、皆様のおかげでオープンを迎えることができました。どうもありがとうございます。はい、そう、自分も今日ははい、つけ麺ついた帽子を自転車の後ろに置いて買っ飛んできたら、うんうん、あのついたらなくなってた。そんなことあるよ、お前。これね、実話です。嘘でしょ。実話お前、あれメルカリでお前いくらだったっけ。1万5000円から8000円でございます。はい、それくらいで売ってるものあれないって思って回します。で、まあ、今回も、まあ、いつも通りこの帽子と、はい、辻田の看板帽子と、はい、それからこれね、俺これが一番好きなのよ。これが怒っちゃった。これが一番好き。お前ふざけんなよ。俺これが一番好きなのよ。これ怒っちゃった。これ好きなんだよ。これかっこいいでしょ、これ。そう、あの黒黒黒黒これね、怒っちゃったんですよね。あとこの T シャツに、T シャツカラフルバージョン。今回どうしたんですか、この赤とか黄色とか。いや、今回ちょっと分かんない、若い子たちが考えてくれたんじゃない、はい、でも、女の子が着てると可愛い。ほら、これ髪色自由、髪色自由。今日は水かけないんですいません。そうそう、あとレンゲね、これレンゲ、辻田レンゲでかい、ちゃんとしてんな。そうなの、これ家でこれ意外とレンゲってないでしょ、家に。落としたら割れちゃうやつだ。割れちゃうやつ、陶器だから。意外とでもないでしょ、家にレンゲ。ここまでちゃんと広いレンゲはないですね。あとほら、これ丼、はい、これ銀の丼と金の丼。かき氷、これ無料ですか。これ無料です。なるほど、これ無料です。で、数これだけあります。で、ちゃんと入ってますから。当たりが、当たりが、当たり前だろ、お前。当たりが入ってる、当たり前。当たりが入ってる、当たり前だよ。僕今日は結構忙しい、はい、と思ったら、はい、やることがあんまりなかったって。何にもないじゃないですか。そう、だから今はもうおかげさまで、はい、もうスタッフが優秀なんですよ、うち。先輩だって、めちゃめちゃスタッフ優秀だから。先輩が、うん、オープンに立ち会わなくても、うん、あと味のチェックとかいろいろしなくても、うん、全部大丈夫でしょ。もうおかげさまで一応もう俺がいなくてもオープンまではできるようになっていて、素晴らしいですね。スタッフの子たちがもう全部やれるようにおかげさまでなりました。素晴らしいですね、うん。これがさ、カズ、はい、この看板のやつ。あ、クロです。おめでとうございます。来たね、はい。皆さん、ご存知の方多いと思いますが、今、一世を風靡しております、はい、日本のサウナの、はい、くどちサウナの社長です。くどちです。わざわざ来てくれたの。あ、そうなんです。本当に今、六本木オープンしたばかり、はい、そうです。銀座オープンして、六本木オープンして、はい、六本木どうですか。バッチリ。バッチリ。すごいね。六本木の方がいいんだ。いいんですよ。すごいよね。で、これからまたできるんでしょ。はい、今度どこできる。中洲。中洲、福岡、中洲、はい、新斎橋、新斎橋、大阪、新斎橋、はい、名古屋、金山、名古屋、金山、千葉、一宮、千葉、一宮って誰目当てでやんの、これ。僕が行きたい行きたいって行きたいなっていう。金持ちは違うんだよ、やっぱり、はい。それから御殿場。御殿場、はい、これはどういう人たちが行くの。御殿場はアウトレットの近くなんで。あ、はい、アウトレット街に行けるんだ。外帰り。一宮もあれじゃないの、サーフィンの後とか。あ、そう、サーファー、サーフィンした後。サーファー狙いね、はい、狙いです。あ、いいかもね、サーフィンした後、はい、サウナに入って最高です。最高ですね。めっちゃいいやん、はい、すげえっすね、はい、イケイケですね。やばいね、やって
あ、上野店。上野店。上野店が一番気合入ってるんですよね。あ、上野店気合入ってる。いいね。それは素晴らしい。はいはい、そうなんだ。ちょっと和風で。和風で。あ、そう。一室だけです。あ、一室だけ。あ、すごいね。はい。で、何？俺ちょっと聞きたいんですよ。御殿場は、あれなんでしょう。ビル、今まではビルトインじゃん、全部。ビルトイン。だけど、ビルじゃなくて、なんか、山の中に作るんでしょ。そう、山の中に今、作ろうと思ってて、うん、今、町と、今、打ち合わせしてるんですけど。町？町。まあ、なんで町と白井田調整区域なんで、うん、そこでちょっと許可を出してもらったりとか、あ、町にお金が落ちるようにすごいやってて、なるほど、もうなんか何言ってるかよく分かんないけど、とにかくすごいってことだね。あ、まあまあ、はい、で山の中でアウトドアで外気浴とかもできる。そうです、そうです。あ、それいいね、はい、俺そこ行きたいわ、はい、千葉もそういう感じ。あ、千葉もそういう感じなんだ、はい、千葉もそういう感じ。おー、外気浴できるところいいよね。あ、まあ一応皆さん、これもあの宣伝ということで、はい、すいません、よろしくお願いします。宣伝もう一つ。あ、もう一つ、はい、なんかあるんですか。オンラインショップがあるんで、ね、あ、オンラインショップで、はい、オンラインショップがあるんで、ね、なるほど、はい、皆さんここ、あ、いいじゃん、使っていってもらえる。なるほど、せめて3000円から入る。なるほど、じゃあこれ概要欄に載せておきましょう。はい、はい、じゃあぜひオンラインショップ、あの、はい、サウナの入場券の方、入場券、はいはい、チケットオンラインショップからぜひご購入ください。よろしくお願いします。ちょっと注目のポイントなんですよ、ここ。はい、大した注目じゃないと思ってるんですよ、はい、ここすっげー考えたのよ。ここ何考えたかっていうと、この形ちょっといびつでしょ、はい、このいびつな形をどうやって仕上げるかってことが結構難しかった。なるほど。で、ここを最初の図面では何にもなかった。普通ここなんか何にも作んないみたいな感じですね。そう。で、こうスペースだった。はい。だけど俺がちょっと嫌だったのはこの入ってきてからのこの間が嫌だった。だからこの間をどう埋めるかってことを考えて、でこの間はやっぱこう棚を作ってこう水の庭をこう広く、うん、やっぱ水の場所って結構濡れたりするから、はい、掃除がしやすいとか、うん、あとやっぱ清潔であるってこと結構大事じゃない、はい、だちょっとそれ意識して作ったら一応こういう風になったっていう。前からこれでしたっけ。前からこれよ。これいいなっていうのっていうことを、はい、あのまあこの会社 の、はい、あの設計の担当者と相談をして作ったと、はい、なるほど、いうことでここは仕上げました。あとここは今回はまあなんかちょっと人形町っていうこともあり、はいはい、担当の子が、はい、まあそのなんつったらいいのかな、まあ、和風をちょっと意識して、和と モダンとモダンのこう融合的な。だからこれ実は素材は木でできてなくて、触ると分かるんだけどステンレスっていうかなんか鉄みたいな、なんか工事現場でよく見るやつを。あ、そうそう、それをうまく使ってこう組み合わせてるだけなんだけど、でもなんかちょっと和柄に見えるじゃない。なんかあの和だけど、うん、なんて言うんだろうな、モダンな新しさを感じますね。そうそう、新しい和みたいなね。あと壁もっすよね、これ。そうそう。で、この壁って別になんてことない壁なんだけど、実は、はい、そのなんてことない壁をまあこういう風に普通ここの上に貼りますよね、なんか。そう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 、そう、ね、とかで、わざとこれにのまま吹き付けにせず、そう、仕上げてる。で、天井はこうちょっと和を感じるようにまあ担当の子が今回してくれたと。尺ですか。尺ですよ、尺ですか。そう、だからなんかセンチとかじゃなくてこの1尺、2尺とかにすると和を、自然と和を感じるような作りになる。これ知らないですよね。だからこことかもってことですよね、多分。そうそうそう、だからここの太さもだいたい設計って何センチとかでやるんだけど、今は CAD 使ってだけど、はい、うちはもう全部何尺でやるようにすると、どことなく日本人が和を感じる空間が作れるんだよね。要はこれ、この大きさが大切ってことですよね。そう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 。でももう本当に設計も俺が今監修っていうかね、はい、そういう手伝わなくても結構会社の担当の子でできるようになってて。なるほど。もう俺がなんか口出すようなことはほとんどなくなった。あとね、今度ねできるのね、大崎。大崎、実は大崎の店が我々のそう学校の学校時代の思い出の地、はいはい、大崎。大崎に、大崎でオープンします。これ大崎のオープンは10月のあっという間ですね。10月のどっかでオープンできると思うんだけど、2ヶ月後。そうそうそう。で、大崎に関しては今までの辻田の内装とは全然ガラッと変えた感じでちょっと大崎をやってみようっていう今話になってます。なるほど。じゃあ大崎でオープンは内装編から始まりますね。ああ、そうだね。ちょっと内装を楽しみにしてもらいたいなと。入り口なくないですか、カウンター。あ、そうそう、ない。これね、カウンターの出入り口が実はなくて、これ店の都合上、はい、一回外を回って、あ、だからそこに出入り口、裏のバックヤードに入るっていう感じ。まあ、これどうしてもできなかったね。で、出入り口作るとやっぱ客席数減っちゃうのよ。だからその客席数を確保するために、
お客様ほらこの暑い中並んでもらうのも申し訳ないとか、まあ、いろんなこと考えた結果なんか今回はなくしたみたいな。なるほど、うん、でも基本的な仕様はあとは一緒で英語と中国語メニューもあんの、うん、あそうそうそうこれね、はい、やっぱ本当に最近おかげさまでインバウンドの方ってすごく多いのね。へえ。だから、まあ、一応英語とあと中国語でメニュー作って、はい、そういうお客様が来た時にやっぱ日本人英語喋れない人多いじゃん。スタッフでもまあ俺も喋れないけど確かにそうそうそうで中国語なんか余計喋れないじゃん。はい。そうだからあのこれでちょっとお客様に見て分かってもらえる。はい、おはようございます。はい、今日一番ぐらいですけれども、何時頃から来ましたか？7時半ぐらいですか。食べるの最初？初めてです。おー、今日はもうこの辺の方で、ここではない、近いんですけど、なるほど、たまに常連、常連というか、もうあのお茶の水店の隣に昔職場があったので、はい、それからのご縁です。毎回結構来ていただいてる気がする。あのお祝いの気持ちとキャップがなかなか当たらない気持ちと。あ、なるほど。まだ当たったことないです。ぜひじゃあ今日開けていただきお願いします。いや、いつもありがとうございます。すごいですね、椅子もご持参で。はい、前回の豊洲も並ばせていただいて。あ、そうなんですね。あ、今日もあの店舗のやつとか、はい、友達もあの大好きで、いや、オープンするぞって話を聞いて、景品とかも出たいなと。あ、そうですね。それもすごい目的の大きな一つです。なるほど。狙いは何ですか？狙いは丼が当たると嬉しい。あ、丼です、はい。冷凍とかも買って、あ、そうできる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうも。日傘ですか？これ、配ってるやつですね。あ、そうです。あの店舗で配ってる。そうですね。みんな配ってくれて、助かりますよね。あ、そうなんですね。だから皆さん。そうです。今日は何で見てこちらの？今日はなんか神田の店舗のところに貼ってあったんで。なるほど。そちらの店舗で食べたことは何回か。はい。なんか辻田のどこが好きみたいな。あの、美味しいよね。美味しい。特にあんまりこだわりないですけど美味しいです。はい、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。辻田は来たことありますか？そうですね、お茶の水とかよく行ってます。この辺飲料町の近くですか？そうですね、職場が近くで仕事中抜け出して。あ、今仕事中に流れることなんて大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。豊洲の時先頭の人6時半だって言ってたんで、はい、ちょっとドキドキしたんですけど、はい、200食に入れたんでちょっと。そうですね、嬉しいです。ちょっと平日だったから大丈夫かなと思って来てみた。あ、そうです、ね、はい。あ、これからもあのチャンネルも楽しみにしてるんで、あのカズさんの1日とかすごい早く見たから、ずいぶん前に撮られたみたいですけど、そうそうそう、あれとか面白かったし、ついこの間やったあの何でしたっけ、あの池袋のつけ麺屋さん、あ、そうそうそう、あれも面白かったですね。あのすする君とちょっと視点がやっぱり違ったんで、すする君の質問はやっぱなんか YouTuber 視点みたいな感じだったんですけど、やっぱり経営者視点であの質問してもらっていただいたんで面白かったなと思いました。うんうんうん、あの変なコメント時々するかもしれないですけど、あの怒らないでくださいって辻田さんに言っててください。はい、ありがとうございます。はい、緊張はしてます。でもしっかり自信持っていっぱいいっぱい一人一人丁寧に提供していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ皆様すいません、おはようございます。本日は早い時間からお越しいただきましてありがとうございます。今日予報でも最高が37度となっておりまして、猛暑日の予報となっておりますので、お茶やジュース、こちらかき氷、あと首から下げるタオル、日傘などご用意させていただいてますけども、暑さ対策だけには皆様十分気をつけていただいて、もし少しでも体調が悪いお客様いらっしゃいましたら近くのスタッフまでお声掛けください。はい、であの本日いらっしゃってくださっているお客様をはじめとした、多くの辻田のファンに支えられまして、今日を迎えることができました。これからも今年あと大崎もう1店舗出していきたいと思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。最後にこの人形町で30年40年50年と、商売やっていきます。今日が初日となりますが、ぜひこの後ゆっくり、最後まで、イベントを含め楽しんでいってください。じゃあ、それでは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お待たせしました。では、お送りします。はい、どうぞ。次のお客様、どうぞ。どうぞ、お願いします。どうぞ。どうぞ。どうぞ。お願いします。どうぞ。お願いします。どうぞ。どうぞ。順番で、どうぞ。
立ちは途中で円に絞って2人ください。ということで、はい、本日は私、宣伝になって大変申し訳ございませんでした。とんでもないです。人形町のオープンでした。どうもありがとうございました。